前田浩二です。ライカ M4-2M42 ですね。カナダライツ。ライツカナダ製になります。まあ、M5 が出た後、やはり M4 の方がいいということで、再生産されたタイプ。結局これが M4P になって、M6 になってって、まあ、続いていきますね。基本 M4 です。M4 と同じですが、まあ、パッと見セルフがないですね。あと、まあ、X 設定になってるとか、まあ、多少変わってますが、基本的には M4 と同じですね。これ、まあまあですね。汚くはない。綺麗ではないですけどね。汚くはないです。多少ストラップの跡がありますが、凹みはないですね。こちらもあります。これ昔は M3 とかの比べると安かったので結構実用に皆さん使われちゃったので綺麗なのが逆に今なくなりました。今フィルム入ってます。ここ回ってますね。テスト中、テストというか、まあフィルムを入れてチェックしています。当然テスト用です。もうま、これ24ですので、途中で今負けなくなりました。そうすると終わりですので、R にして、巻き戻しますね。この、ここもぶつかってるとこ、ベコベコになりますけど、これ大丈夫ですね。綺麗に回ってます。やっぱりフィルム通してやらないとね、感触とかも、やはりちょっと違います。これで抜けました。まあそのままずっと巻けばフィルムのパトローレの中に巻き込んでしまいますのでね。これで今こんな感じ。開いてますね。これで4。2分の1。いいですね。1秒。ガバナーの戻りもいい感じ。まあ、当然フィルムがないと非常に軽やかに巻けます。今バルブですね。小刻みも大丈夫。巻くも綺麗ですね。フィルム入れてあっても結構ちゃんとスムーズに巻き上がりました。こっち、今2台あるんですけどね、こちらの方がかなり程度はいい。程度がいいといっても備品じゃないですけどね、いいと思います。ファインダーもこう前から見てもスカッとしてますし、こちらで見ても距離計も結構綺麗でしたね。枠も綺麗に出てますし、これパララックスですね。動いてます。まあ実用には十分いけると思います。10万切ってね、まずまずのライカ M 型ってもうだんだんなくなってきたですね。まあ大体安いとファインダーがもうほんと死んでますのでね、注意した方がいいと思います。M42 のまずまず綺麗な状態です。